妖怪市駅前停留所に停車中のちょこっとバス用の車両ちょこっとバス用の車両ちょこっとバスは滋賀県東大見市で運行されているコミュニティバスの愛称。大見鉄道バスが受託している。一部の路線は永遠自宅シーが受託しているもとは旧妖怪地市が2004年から運行していた4路線のコミュニティバスであった。また、 旧古島町では古島線二路線とプラチナバス三路線、旧愛島町では愛島循環線二路線、旧栄原寺町では栄原寺町 A バス三路線、旧五化省町では五化省町循環バス三路線が運行されていた。2005年の東大見市発足後もしばらくは、旧市町のバス事業がほぼそのまま引き継がれていたが、2007年4月に旧洋海地市のちょこっとバスをもとに、 料金体系、相性、バスデザインの統一と路線の再編が実施され、利用者の少ない路線は、乗り合いタクシー、ちょこっとタクシーに切り替えられた。その後も何度か、路線再編やダイヤ改正が行われている。2006年に編入された旧加茂町と、旧の戸川町でもちょこっと、バスとちょこっとタクシーの導入による、 交通空白地域解消が進められており、野戸川地区では2007年10月から実証実験が続けられ、2012年4月のダイヤ改正で正式運行となった。東大見市では廃食油を生成してバイオディーゼル燃料に再生する菜の花プロジェクトを推進しており、ちょこっとバスの一部でも経由にバイオディーゼル燃料を混合して運行している。 2009年9月1日からは、バス車内で配食油の回収活動も行われている。バスの利用促進作として、ちょこっとバスのオリジナルチョロ Q の発売や、ブログの解説、バス車内に、市民の絵画、俳句作品などを展示する、ちょこっとバス美術館、マスコットキャラクター、ポンチョ君のおめや、ペーパークラフトの無料配布、テーマソング、虹色の街を駆け抜けようとそれに合わせた、 ちょこっとダンスの制作などが行われている。2021年1月現在エキスパート4ウェブでは、バスの時刻表は検索結果に現れない。2012年4月1日改正時点の路線一覧。正月3日日は運休。ちょこっとバス、ちょこっとタクシーともに、料金は、一律一乗車200円。1日乗車券や回数券、1ヶ月乗車券も、販売されている。 2021年3月から、愛イコカ,カードなどの IC カードが利用できる。妖怪池駅、ハートピア、営源寺市所、古藤市所、愛藤市所、診療所、池正口、土の宮、平和堂、小利、農協豊無区市所前では、他路線への乗り継ぎ整理券が発行されている。東大見市では予約制乗り合いタクシー、ちょこっとタクシーも運行しており、 大見タクシーと永原寺タクシーと市が第一交通が受託している。バスと同様にダイヤと停留所が設定されており、各便の始発時刻30分前までに予約が入って、いない便は運休する。ありがとうございます。